君が今日身がないような話をしよう。君が寝るとき部屋から出るとき待ち合わせ風呂場にカフェ Find a weapon company radio。ファイナルウェポンカンパニーレディオ。 Yeah, one, two, one, two. One, two. Yeah, yeah. よー聞こえますか？聞こえます。始まりました。始まりました。なんかさ、もうこれ声で説明するしかあれだけど、はい、俺こっち向いててこっちもなんかお互いが話してない感じ、ね、はいはい、だって椿見えないもん今これ前向いたね。こんにちは。こんにちは、はいはい、ファイナルウェポンカンパニーレディオボリューム3、お久しぶりでございます。ボリューム3か。あなたのせいで前回、うん、もうマジであれは最悪だったと思う。マジで本当にトッチが何度も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 ラジオを撮ってることを途中で忘れ一応ね、うん、トライしてるもんね一回この前に。何の話してたんだっけみたいな話になって最初そんな声じゃないよ、うん、8回目ぐらいで俺がもうやめよってやめたのが前回からの今回すいませんでした、すいませんでした。今回はその同じちょっと過ちを踏まないように踏まないように、はい、ちょっと頑張りたいと思います。同じ罠を踏まないように、はい、そうですね、同じ罠を踏まないように頑張りたいと思いますので頑張りましょう、はい、頑張りましょう。はいはい、何の話からいきますか。あーもう酒酒酒だなって。酒だ。そのコロナの自粛が始まって、はいはいはい、で俺2ヶ月ぐらい、うんうん、多分マジで外出んくて。そうだよね。1週間に1回、うん、買い物行ってそれ以外はもう家に帰って、はいはいはい、もうずっと家で YouTube 見るみたいな生活してて、うん、で家で飲まんよ全く。そうだよね。一人で酔っ払ってもしょうもないからでようやく、まあまあまあ外に出てもまあ大丈夫かな、はいはいはい、ちょいちょいその友達の店とか飲みに行くんだけど、うんうんうん、酒飲むたんびになんか帰ってきたってなるこれさ元の自分に、はいはい、ちゃんとおかえりおかえり自分に帰ってこれ、はいはい、酒がさ、うん、もうあれなの。え、ちなみにさ、この明けの一杯目は3ピンハイだった？何飲んだ？さ、もちろん3ピンハイ。3ピンハイでしょ。そのさ、3ピンハイ飲んでさ、うめーってなったの。この味が。今もなってる。今もなってる。この男梅さは。男梅。うん、まってなってる。それがね、俺にはまだちょっと理解できてないから、ね。1ミリもでしょ？ 1 ミリもだね。だからその、あれはわかるよ。酔っ払って楽しいみたいなのを得るために飲んでるのはこの理由がわかるんだけど、うまいのは本当に1ミリもわかんないね。だって最初からそうだった？大嫌いだったよ。大嫌いだって言ってたよね、うん、もう味もってことでしょ。今は味も含めて好きかな。じゃああれだ、食べられまずいと思ってたものがうまいと思うようになったんだ。そうだから途中になるよそのうち。なるのか。まあ、どうせも飲むならなりたいよね。どうせ飲むならうまいと思って飲みたい。でしょうね。じゃあうまいって言って酒飲むと、うん、より酒うまくなる。何回もさこのシミュレーションさせられてるんだ、はいはいはい、俺この酒がうまくなるよ、はいはいはい、砂漠でみたいな。砂漠でもうそっちが一人で砂漠にいてでも三日三晩飲まず食わずでこう途中、ああもうそろそろもう俺は死ぬんだなっていう時に目の前にオアシスがあってそこに死に可愛い女いて、もう美女がいて、なんかフラダンスしますみたいな格好でなんかおっぱい、はいはいはい、おっぱい足の身でブラジャーしてそれ必要。そこにそのバーカンみたいのがあってオアシスにでようやく涼しいみたいなみたいなで夢みたいな、ね、飲み物を分けてくださいっつって、はいはい、うちビールしかないでみたいな感じ関西なんだ関西弁でとっちゃん、あ、ほんまです。そう、分かる。3日未満よだから。いやまあね、まあね、しかも砂漠でね、もう外死に暑いしみたいな。そう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 。でようやく見つけたビール、はい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 、いいんですか。ええで、ええで、いいんですか、うん、飲んでって。
これはちょっとうまい。ちょっとうまい。オッケーオッケーオッケー。これはちょっとうまい。だから多分、うん、そういうことだと思う。トッチマジで本当に一番最初はマジで全部まずいですね。全部まずいって。え、そうだね。これはちょっとうまいっていうのは人類が月に行ったことよりも進歩してると思う。俺はやった。感覚的なもんが突き抜けてるから物理的なもんじゃないから。あ、そうだね。そうそうそう。確かに。そうそうそう。このだから男梅とか。まあ、ちょっとこのねまだその中でも、うんうん、ちょっとわかる、はいはい、ビールとかほろ酔いはほろ酔いほろ酔いもわかる、うん、あれとかがダメハイボールとかああハイボールは俺も飲めんくなった、ね、お酒の味しかしないどうせ酒飲むんだったら本当はハイボールが一番いいみたいだけどね蒸留酒でそのカロリーとかがないらしくて、だからなんかその酒太りとかもないみたいなあハイボールそうそうそうあ太んないんだそうあそっかそうアルコールが太るわけじゃないのかそう糖質とかが入ってないのかな多分、はいはいはい、分からんけどビールとかがやばいんだもんね、うん、サンピンハイとかも太るの太んないかあれってお酒って何が入ってるの金宮だね最近は昔はもうあの青森一択だったけど最近の沖縄のあなんか支流で使われてる青森一択だったんだけど俺の行く店は大体もう全部金宮っていう焼酎キビ酒サトウキビから作ってるやつ、宮崎のそれ糖質高いんじゃんもしかしてサトウキビだからだって高そうよねビールもそういう麦かサトウキビちょっとちょっとサトウキビじゃない待ってちょっとさこのカフェの音楽だけちっちゃくしたカロリーあーはん水割りで103カロリーって書いてあるけど水割りで103カロリー100って結構カロリー高いよねダイエットしてる人なんかって100のものとか口に入れなくない100のもの100のものとか口に入れないね確かにそんな何杯もねそうこれでもバカバカ飲むからな俺酔っ払わないよねしかもバカバカ飲むね最初のオーダーがね10杯とか10杯っていう、ね、初めて見た俺あんな人もうどこに行っても人数が2人だったら10杯は頼む2人だったら多分7杯か8杯ぐらい頼む3人いたらもう3人以上は10杯でそこで飲まないやつがいても別に問題ない俺が飲むから全部もう最悪俺1人で10杯飲むよっていう気持ちで俺は最初から10杯って言ってる、はいはいはい、俺が飲むから、うん、マジでイージーはいはい、はいうますぎるもうあれだ解禁して最初の飲みはもうすぐやっぱり酔っ払ったクソ飲むから店員さん何度も呼ぶのが好きじゃないんよ俺ああいっぱい頼む話ねすいませんすいませんだったら一気に頼んで一気にザラ飲んで帰るみたいなそれで一番いいこれは人に配慮する俺のこの気持ちから生まれた行動だからね、はいはい、確かに確かにこの何個もこのね注文してあれをしなくていいからねそう、はいはい、確かに店員さんのことも考えてる考えてる、はいはいはい、マジでエコじゃあ俺の質問よはいはいこの一番最初のこの解禁アルコールはめちゃくちゃ酔っ払った弱くなってたあでもいつもの酔い方とちょっと違かったななんかスローになったないつもなんか速くなるんだけどへえ俺酒飲んだらもうなんかもうバキバキになるよはい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 行くぜ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 みたいなオラオラオラみたいな確かに確かにへだけどなんかちょっと違ったんだシュンとしながら飲んでちょっと抜くとやっぱ違うんだねあのね酒が残るようになったね残ってる次の日にへそれまでそのめっちゃずっと飲んでた時の方が残ってなかったってこと残ってなかったマジでも俺はこの期間をまあ来てよかったわけじゃないけど、うん、この椿のこの体まあ椿だけじゃないけど、うん、に関してはめちゃくちゃ良かったと思うよ人生で一番健康じゃん多分そうねこの期間そうだね健康だしいろいろ部屋とかも綺麗だし綺麗だねめっちゃ掃除したしめっちゃ家庭的になったわ、はいはい、やることがちゃんとあるみたいなその家の中で毎日うーんなるほどね猫の糞取って朝起きて猫の糞取ってでその周りが猫砂で汚れてるから掃除機ダイソンでダイソンして、はいはいはい、ダイソンでダイソンしてダイソンしまくってでお香を炊いてみたいなお香ずつやったお香いいねいいねチャンダンが一番いいな俺はいい暮らししてるねそう
で毎回皿も洗って、はい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 、で換気とかめっちゃしてたわ。あ、それまでだって換気とか今まで一回もしてなかったから、ね、それがまず驚くべきことだけどね。俺人生に必要ないものだと思ってた、換気って。換気、うん、やば、暗くてジメジメしてるってこれ大好きだしな、ナメクジみたいそれがすごいけどね、今まで換気したことないっていうのが興味ないね、換気には。でも換気の良さ分かったでしょ今回。あのね、こんなに家の中の空気って綺麗なんだ。びっくりした、ね、びっくりした、うん、はい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 、よかった。この期間がすごい、このいろんなものをこれ一回デトックスみたいな、ね、そうそうそう、デトックスの時期だったよ多分。デトックスしたな、マジ健康健全みたいだって。ほらトッチの家でレコーディングしてる時俺体重64キロだった、うんうんうん、一番最高の時に。さっき言ったね。そう、なんか顔ドブネズミみたいだなって思っててよし飯食わんこうと思って自粛開けて、はいはいはい、さっきトッチの家久々に来て測ったら、うんうん、なんだったっけ、57になってた。そう、78キロ。バカタレ痩せてるな。バカタレ、うん、バカタレ痩せてると思う。まあ確かに最近この痩せ、つばき痩せたって言われてるもんね、うん、言われてたもんね、うんうん、本当に痩せてたんだね。俺人の言うこと基本あんま信じないよねこれでもう、 そう分かったね。で自分でちゃんと自分の目で見て自分の体のことを知って初めて、俺本当に痩せてたんだってなったね、うん、嬉しい。いやめちゃくちゃ痩せてたわ。ありがとう自粛。いや家にいるだけで褒められる時代だったんだよこれは時代だったんだよ。俺ら同じ世界線を、うん、時間軸を共有してる俺らしか体験できなかったことでもあるから、はい、はい、俺は楽しかったな自粛。まあ今もしないといけないけど、ね、まあそうなんだけどね、うん、そう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 。だからこれの、これが俺めっちゃ気になるのがそれなんかロックスターみたいなってマイクスタンドが外れちゃってこれ気になるのが、うん、いつこのなんて言うんだろう、いやいつ戻るのかっていうか戻るのかな、戻るか、戻り始めてるんじゃない。まあ戻り始めてるね、感覚がね、みんなの感覚がね、はいはい、感覚が、あのね、でもまだやっぱちゃんとあれで、まあそうだね、まだ手洗いうがいもちゃんとしないといけないし、マスクもしないといけないし、もうだいぶさ、スーパーとかで見たけどマスクとか、復旧してるね。そう、消毒とか、うん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 、とか全然値段戻ってたよ。ああよかったよかった。高かったもん、自粛始まった時俺アルコールこと4000円ぐらい買ったもんね。やば、1本ボトルもう手持ちのスタイルでいくん、どっち、はい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 なんか街頭インタビューなんか AV のこのマイクにこの丸いポップガードをつけてるんだよね。そう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 、なんか今からどこ行くんですか、トッチさんは最近なんかハマってることないんですか。何で見つけたかは覚えてないんだけど、飲む酢にハマってます。名前が、うん、これなんて読むか分かんないんだけど、うん、美しいに酢って書いてる。美しいに酢、み、び、ビスみたいな、ビスみたいな、ビスじゃん、ビスかな、ビス、そう、ビスにハマってる。へえ。これがそれは何、なんで、飲んで何、どうなりたいの将来的に。ちょ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 そんな聞き方しないでよ、うん、将来のこと言ってよ。違う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 、ただ美味しい、うん、美味しいし、じゃあもう一本飲めるってこと。違う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 、そんなことしたら死んでしまうよ、酢だから一応。これが何がすごいって 100% なんで果汁、はあ、酢なのに。はい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 、いけてるな、ねえ、うん、果汁 100% の酢を水に混ぜて飲むだけ、氷入れて飲むだけだから、酢だし果汁 100% だし、うん、おしゃれ、おしゃれじゃない、おしゃれだね、酢とか飲まんよ。いや飲まんよ、じゃあ美味しいのよ、ただ単に、うん、しかもそれって体にいいことじゃん。いいことじゃん、 100% だし酢だし、直島行った時にハングさんが酢になんか酒入れて飲んでて、はい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 、はい、梅の酢かな、うんうんうん、それがうめえみたいになってて、はい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 、で飲んでみようかな、そう、 うまかった、うん、それにハマってる。そっからの酢だ。そう、しかもその 100% の種類がある、プラ果物の、はいはいはい、パイナップルとか、はいはい、マスカットとか、パイナップルがうまい。それさ、うん、
そう、なんかその飲んでその健康にいいって言われてるもんじゃん。そうだね。でなんかいいとか思う別に。まあ別に。それはないよね。うん。はい、なんかそんなそんな信じてないんだ。信じてはいるけど、はい、やっぱそのそんなパって出ない。わからんとね。ああもうわかんないわかんない。わかんないよ。うん、だからそれが体にいくても美味しくなかったら飲んでないよ。はいはい、うまいから飲むとか、ね、そうそうそう、うまいから飲んでるし、健康面とかじゃなくてみたいな、そうそうそう、健康面がついであのハッピーセットみたいな感じ、そうハッピーセットみたいな感じ、うん、たまたまその、はいはい、まあコーラ飲むよりいいかな、はいはい、飲み物として普通にうまかったってこと、そう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 、はいはい、うまさレベルコーラと変わんないのに、はいはい、じゃあ曲紹介いこうか、いきますか、うん、一発目は FWC、うん、ファイナルウェポンカンパニーでセレンディプティ、はい、バットよりもバットだった間、優しさ明日を作ってくれてた。スカイ平和なんて無理、どんな線も犠牲な分野。あれから9年の月日、20年悲しみを更新、協力も団結も惰性みたいな時代が来そう。ライブで言った愛してるも後悔しないよ、何度も言うんだよ何度も。バカは中国のせいでバカにする、バカがいる中あんだけ金配った YouTuber、 今何するか教えてくれや。俺よりはるかに貧乏が、スカイ平和を願うこと、神はその言葉に変われた心。さあこれからどう生きよう、もうだから長くもない寿命、金より意味に届く嘘。人は国もジャンルもいらねえんだよ、何のための人数なんだろう。アルコール罪の両手、保険証すらレアカードだせ。人は離れ離れ別れたって明日噛み締める。 晴れた日の紫 LED 再び日の目見るためまたホゲスモークウィー幸いまだヘイターオール知名度じゃないけど声かけられたらノーマスピリです。わさ俺はアッパパの反逆者、田舎の片隅の弾丸、果てしなく続きな夢、ピーポーも呆れるくらい飛べ、降り続く梅の黒い雫、子供みたいに空に口開けの目、天国俺ら行くんだろう、バビに乗っ取られんなよ、騒ぐせワープゲイ、Have a nice day、 目標思い出し団結一致。ファイナルウェポンカンパニーレディオ。
ファイナルレポンカンパニーでセレンディピティでした、はい、いい曲だね。いい曲ですよ。これあれだよ、コロナの時にそうそうそう、北ちゃんが無料公開したビートで、はいはい、このビート誰でも使っていいっすよ。そう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 、いいっすよ。で粋なね、ね、北ちゃんも粋だよね。しかもビートめちゃめちゃかっこいいっていうね、うん、そう、ハングさんのバースを久々に聞いた時に、はいはい、俺だからハングさんのこと好きだったんだよなみたいな。あ、こういうことやれるところが、はい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 、俺のハングさんの好きなところが一番出てたな、はいはい、ここ最近で、ね、かっこよかったね。そう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 。でこの普通になんか配信もされたじゃん。された先行配信だから、うん、普通にストリーミングとかでも今聞けるもんね。聞ける聞ける聞ける、ね、うんうん、ドゥクドゥク。毎度おなじみのお悩み相談室やっていいですか。うん、やろう。はい、片付けていこう。ビシバシ、辻切りかのように聞いてる悩みを。前回さ、うん、失敗しちゃったからさ、うん、やったや、失敗しちゃったじゃん。失敗したね。だお悩みが前の、うん、募集した中からちょっと、はい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 、いきますね。いいですよいいですよ、行きましょう行きましょう。まず1個目、彼氏に私の部屋のノートを勝手に見られるのが恥ずかしいので嫌です。あ、どうやってやめさせられますか、はいはい、部屋のノートを、日記とかじゃん、はいはいはい、多分分かんないけど、まあ、日記みたいな、はいはいはい、なんかその大切なことを書いてるノートなんだろうね。そんなんでも普通にあったら見ん、いやでもあれじゃん、私の部屋の、うん、あ、そっか、彼氏も入る部屋か、わからん。いやなんか俺今これ一発目見た時に、うん、同居してて、うん、私のだけの部屋があんのかなみたいな。そんなことないか、変な話だねそれ。そうだよね、うん、それじゃないよね、うん、そっか。したらってことは彼氏がいる空間に、ノートって何のノートかや、普通にこう日記とか普通にあの勉強ノートとか。いやでも勉強の普通にじゃあノートか、ノート、いやなんかあれみたいな感じじゃない。だって勉強とかだったら日記はでも見たいな俺は日記見たい派だね。いやまあ見たいけどさ、うん、見してっていう。あーそうね、だってさ、うん、そうだね、そんなんさ、うん、それがいいちょっと前に流行ったやん、デコログとかブログとか、はい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 、あんなもう日記じゃん。確かに確かに、今日もう見せてるからね。ジャスコ行ったーみたいな。何その声、ジャスコ、ジャスコで3.1食べたみたいな。そういうやついっぱいいたよ、うん、だからいやそういうことっしょ、要するに。いやそういうことだよ。そうでも死に、うん、もう絶対見られたくないめっちゃやばいやつだったらもう書くな、はいはい、最初から。あそんな、そん自分の頭で整理しろ何のための脳みそか、若い見え、解決そうや、そうや、そんなやつ別にこ の, その今のまあ文章から読み取れる雰囲気で俺はあの喋ってるけど、多分そんな別に書いちゃいけないこととか書いてない。あ、ただ普通に書いてるだけだと思う。ただそれがなんか恥ずかしいんだろうね、はいはいはい、でも意味はわかる、はいはい、まあ、確かに。でも俺見られたいかも、もし俺が日記返す、逆に、うん、見てっていう、普通に日記誰かに見てもらわないと俺完結しないから、あ気持ちが日記見てって言う俺普通に。ちょ日記書いてから見てって。そう送るもん普通に友達とかにその夢日記とかはいはいはい、つけてたね夢日記。そうそうそう、もうやめた、もうやめたんだ、飽きた、うん、もうやめたんだ、飽きた飽きたちなみにあれは絵は近づいたの、面積目的、そうあのね近づいたわ、お近づいた、一回なりかけたけど金縛りみたいになって、普通ビビって普通に金縛りになっちゃった、はい、なっちゃった、うん、一応じゃあちょっとコントロールできるかもしれないみたいなとこまで行ったんだ。あのね頭で分かってたけど恐怖心の方が勝ってしまって。え恐怖心ってどういうこと。なん要はそのこの先を越えればこのなんだっけ、あどうなってしまうか分かんないってこと。恐怖、これを越えたらその恐怖を越えたら面積目に入るんだよ。あそうなんだ、そう、あそういうもんな。これがその普通にあ怖いものだってなってたら素直な気持ちでやないといけない。はい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 、あーしよ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 し行くぞ行くぞ行くぞみたいな気持ちでいないとそのリラックスしないといけない。あーなるほどね、それがやばいみたいな、はいはい、ちょっと なっちゃったんだ、幽霊かもってなったら、幽霊かもってなったのか、あ幽霊じゃないのに、はいはい、起きたら幽霊じゃないのにってなってる。
行けたのにみたいな、あーあーってなったね。はい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 。違うよ、あの日記ね。お日記、夢日記じゃねえや。だから書くなって。ノートね。書くなだ。うん。まあ見られちゃいけないから書くな。でもこの、いやでも言えばいいんじゃん、もう彼氏に。あ、見るなって、うん、確かにな。そいつが元はといえば悪いもんだ。そう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 。見られたくないんだったら、ね、だって別に日記書こうが書かないこうが別に自分の勝手だし。まあそうだね。しかも人の所有物をこんな覗きに来るやつなんてもう変態、クソゴミ、クズ、うんち、そんなブリブリマンぐらいの勢いでしょ多分。そんなことない。だから分かった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 、これはもうあの問題解決します。お願いします。初めてのそのファイナルウェポンカンパニーのあのラジオのそうゲストというかその直接お悩み解決コーナーやろ、その彼氏とつなげてもらって俺らそう日記、そう俺らがめちゃめちゃ注意するっていう、彼氏と直接やる、そう対話する、そんなことするなって、人のもの勝手に覗くなって俺が言う。彼氏だからしたらもう何のこっちゃ、何のこっちゃだよ。何が起きてるか分かんないことになっちゃう。まあ解決っていう、そうだね、うん、あの彼氏のあの連絡先をトッチのインスタまで送ってください。はいはい、困る困る、お願いします。はい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 じゃないけど、ドゥクドゥク、何事にもとんでもなく集中力がありません。どうしたら集中できるようになれるでしょう。何事にも集中、何事にも、何事にもって本当に何事にもかな、もうずっとじゃあ注意散漫してるってことみたいな、バカな犬みたいな感じになってるってこと。言うな、それはないじゃん。なんか一つはない。まあまあまあ、まあ、確かに確かに確かに、変な話だけど俺も全く集中力ないじゃん。あないっしょ、ないね、すぐどっかに飛ぶような話も何も困る。はい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 、確かに確かに。まあ俺もだけどな、ゲームしてる時だけめっちゃ集中してる。あと音楽作ってる時にめちゃめちゃ調子いい時、調子いい時、調子悪い時はもうあなんかいろんなことやりながら歌詞考えてみたいな、今やらなくていいこととかやってしまう、はいはいはい、そうだね、はいレコーディングしようってなるさ、うん、宅録家で、うん、その物をマイクとパソコン引っ張り出して来ればいいだけの話なのに、俺なぜか知らんけど掃除から始めてしまうよ。なんか遠回りするんよ、その目的まで。何のどこの掃除？部屋の。関係ない掃除？部屋の掃除。その制作と関係ないけどってこと？関係ない。だって普通の制作ってだってマックと、はいそうだね、マイクがあればいいだけの話は普通に。それ引っ張り出して普通にやればいいだけの話なのになぜか知らないけど掃除から始めてしまう。掃除を始めたりとか。はいはいまあいいことだけどね。あの携帯ゲームやってんの最近、うんうんうん、あのフォールアウトオンラインってやつ、シェルターのやつ、それなんか毎日やらないといけないことがある。もう最近日課なんだけど、もう朝起きてもうパッて目上げたら2時間ぐらいそのゲームをずっとその1日やらないといけないことばって1日やらない、それで曲作ろうって る、うん、なって掃除から始まるね。あまあいいことだけどね、うん、まあでもなんか遠回りしがちよね。遠回りはする、俺は常にずっと遠回りしてると思う人生かけてなんかさトラちゃんと電話してて、うん、ハングさんがフォールアウトをすごいそうそうやってて、ってそのフォールアウトを俺この前トッチにフォールアウト貸さんかったっけって連絡 したけど貸してないよ俺。あれハングさんに貸してたんだよ。あなるほど、ね、今日知った、ハングさんがそれが楽しいっつってて、あ今日知ったって、そう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 、あそうなんすねみたいな俺ずっとトッチかムクロに貸したと思ってて、はい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 、みたいな。俺買ったんよ、うん、フォールアウトやりたくなったから。あ買ったんだ。 それ何、そっちでもやりつつ携帯でもやってんの？携帯とだからそのプレステのやつは違う、また別ゲー全然。あ別ゲーなんだ。別ゲー別ゲー。今日ハングさんと電話したの？したしたした。そのでフォールアウト楽しいって言ってたんだ。言ってた言ってた。やってみたいな。フォールアウトはその核戦争がめっちゃ巻き起こって、うん、でいろんなそのもう外にはもう放射能がめちゃくちゃ待っててみたいな。何系このあの今それを話してる。あ何系か。ごめんごめんごめん。そう放射能が待ってていっぱいで、だからその戦争が起こる前にそのアメリカ人がみんなこのシェルターを作って、うんうんうん、ボルトっていうシェルター会社、うんうんうん、作ってそこにみんな逃げたんだよ、うん、そっから何十年が経って
そのシェルターの中のものが全部なくなって、うん、もういろんな飲み物とか食い物とか、はいはい、生活してるからね。そうそう、それで外出てちゃんとしていかないといけないねっていうゲーム。え、何、どういう感じ、このなんて言うんだろう、殺す、殺す、あ、殺す、だから放射能で突然変異した動物が敵とか、あ、そう、モンスターみたいなのがいるんだ。そう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 、アンドロイドとかもいるし、え、あれ系、このなんて言うんだっけ、エイペックスみたいな、どっちもできる、 FPS しても TPS してもできるんだけど、でもそっち系だ。そう、でも敵はコンピューターだから別にそんな強くはない。だけどなんかやれることがめちゃめちゃ多いゲーム。もう目に見えてるもの全部取れてみたいな、でなんか自分の家作ってとか、いっぱいなんか、ハングさん好きそう、努力して、そう、努力した分だけちゃんと強くなるみたいな、好きだね。そう、得意だね、ハングさん。だからそれも頑張ってんだ、椿。俺もハングさんとやろうか。いや別に頑張ってはないかな。まあちょこちょこ、ちょこちょこやって、まだ面白さまではたどり着けてないって感じ。え、なんでやってんの、携帯の。携帯のは楽しい。あ、携帯のは楽しい。プレステのがちょっとなんかうんって感じ。へえ。何をどう楽しんでいいかわからんみたいな。あ、そんな違うんだ携帯と。携帯は簡単よ、だからもう毎日やるだけみたいな、日課、日課。はいはいはい、はい。また話それたなんだっけ、なんだっけ、集中力よ。あ、集中力がない、ほら集中力ないじゃん俺。確かにこんな話ぶっ飛んだよ今。だから俺別に、だから集中力ないけど別に困ったなって思ったないもん、うん、そうだね、そうだ、だから集中力がなくてもいいってことじゃない、悪いことじゃないそれは。いや違う、ごめん集中できないの。いや、そうなんだけど、うん、この人、この方の集中力が、うん、何かには発揮してるよねっていう感じじゃない？あ、してると思う。うん、自分で気づいてた。オナニーで、オナニー。オナニーの時に集中してる。オナニーしてる時は多分めちゃめちゃ集中してると思う。だから集中力あるぞと。あるよっていう。あなたも。そう、あなたも。みんなあるよっていう、その。はいはいはい。だからないとこは。そうそうそう。普通の人よりないって自分で思ってるだけで別に集中力あるよっていう。はいはい、そうだね、そう、うん、それは自分にとって必要な時にだけ集中力っていうのは出るもんだから、うん、そうだね、これは別に必要ねえって思ってんだよ、うん、だからそれでいい。確かに、そう、悪くない、誰も悪くない、誰も悪くないね、うん、解決、うん、解決、ドゥクドゥク。俺の悩みいいですか？ごめん、はい、はい、いいよいいよ、急に、はい、もうトッチの悩みとかもうへのへのかっぱよ。いやでもこれ結構ね、あれよ、体の話。はいはい、デブってこと？まあデブの話。はいはいはい、デブってデブではない、デブではないよ、うん、でもなんかさ、俺マジでどうでもいいというか、別にいいなって思ってたの、うん、太ってても、はい、まあ見栄え悪いけどね、はいはい、見栄え悪いのは悪いんだけどさ、はいはい、でなんていうんだ、どうでもいいっていうか、あんまり深く考えてなかったの、うん、その太りのことに対して、そうそうそう、ブクブク太って、うん、でもみんなからデブデブ言われたのはまあそうなんだけど、一、うん、個俺のこれはもしちょっとはちゃんとしなきゃいけないのかなって思ったタイミングがあって、はい、なんかコメントなのか、これ話したことあると思うんだけど、はい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 、コメントかなんか何なのか覚えてないけど、トッチさんのなんかお腹、そうそうそう、めちゃくちゃいいライブでしたみたいな、うん、でも目の前にトッチさんのお腹があって、お腹にしか最後集中できませんでしたみたいなことを言われて、うん、はいはい、それはダメだなと思って、そうね、相手のことを考えたら、うん、そうそう、音楽聞きに来てんのにさ、そうそうそう、他にちょっとそう、お腹がってなってもうお腹のことしか考えれないみたいな。最低。ライブに集中力、ほら、集中力ないじゃん。もうライブに入り込んでるし。まあそれは俺のお腹が悪いんだけど、ね。だけどトッチのお腹には集中してると思うでしょ。だからそういうことだよ。さっきの人にも言及するけど、はいはいはい、大丈夫だから絶対に。それはみんなそうよ。はいはいはい、そう、集中がな、そう、はいはい、みんなそう。そうで、なるほどね、うん、何の話かって、うん。で、俺さ、痩せたじゃん。うん、一時から比べたら、うんうん、痩せたいよ。でもここだけが落ちない、腹だけ。しかも
他は俺何ももう痩せるのすぐ、うん、顔も何も、はい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 、ここだけ、はいはいはい、で例えばさ別にいいんだそんなの、うん、いいんだけど、うん、この間さホクちゃんと歩いてたらさ、うん、向かい風が吹いてたの向かい風が、うん、T シャツ着てて、うん、やっぱトッチ君向かい風吹くとやばいっすねやばすぎやばすぎその話そのデカめの服もカバーしきれてないっすよみたいなって言われて確かにみたいな北斗やばデリカシー全くないやんだからこのどうしてもでもさついてたことないか椿は多分そんなないと思うじゃあ無理だねでそれは何それは何そのライブに来てくれるお客さんのことを思ってその腹を減らしたいってことまあうんなんかその音楽を聴くにあたり余計なことはない方がいいかなみたいなくらいそれはでも運動するしかないんじゃないまあそうか、うん、でもあれだよ痩せるんだよやダイエットして痩せてるんだよちゃんとだから部分痩せダイエットみたいな感じでしょ何何部分痩せダイエットあ部分だけ痩せていくみたいなをやらなきゃいけないってことじゃないだってもう多分年取ったら多分落ちなくなるからね肉って代謝が下がってんじゃん多分なのかなそうそのもともと若い頃とかってもともと動くのもそうかもしらんけど代謝がずっといいんだよ代謝がいい代謝がずっといいんだあ若い頃からねそう若い頃っていうのは多分大人になってくるとねいろんな弊害が生まれて代謝が悪くなって多分肉とかそうそう落ちんくなるよね普通にだ自分的に俺はそのデブキャラで音楽する気がないんだったらねえよ、うん、だそこは別に最初からねえよそこはそんなのしっかり自分でどうにかするしかないもう解決っていうかそれはもうどっちの意識が変わるほかないからっていうはい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 でもなーこのきつい運動とかすわ努力したくないっしょそうだねわかるそのダイエットとかに関してめちゃめちゃわかる努力は面白くないな努力ってマジででもマジ思うなんかこのさ例えばさ、うん、この人から例えば俺でにしろ椿にしろ、うん、努力と呼ばれるものがあったとしてもさ、うん、それ努力と感じてないことだからできてるよねそうね俺努力してるわーっては、ね、別に思ったことないな普通に俺は努力してるなーって努力だからやだよね、うん、辛いもんねやだやだもう努力って自分で認識した時点でもうやらないわ俺もうだるってなる普通に何のための努力みたいないや俺それ思うわマジなんか最近超それ思ったことあったわいやでもだから無理ってことだな努力しないといや努力しなくていいんじゃないそれじゃあそのままでいいってことってことそのままでいいってことだと思う結果自分だよ人は一人だよまあ人は一人なの、うん、人は一人自分自分でやるかやらないかだよそっちそれはねちなみにあのきつい運動した時はさお腹にやっぱ変化現れた、うん、1ミリも現れない1ミリも現れないそれはきついね2ヶ月ぐらいやったけど何も変わらんかった普通の椿、はいはい、2ヶ月間ただ頑張った普通の椿だそういっぱいやったよ普通に悲しいねそれはプロテインとかも食ってたし、ね、はいはいはいなんかやってたねもう飯もなんかまあでもそれ聞くとなんとかチキンあのサラダチキンみたいなあれうまいねうまいねタンパク質でしょタンパク質ってタンパクだからタンパク質なのかななんかタンパクなんだよ味がそのサラダチキンそうじゃんなんかそぼそぼしてるっていうか、はい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 、だって素朴な飯みたいなタバコじゃねえや卵とかもそうじゃんタンパク質だもんあれえでも卵はでもトゥルトゥルしてないあのゆで卵はああタンパクな感じしないなんかね素朴だな、うん、素朴だからタンパクっていうのはタンパク質タンパク質ねタンパクなじゃあタンパク質がいっぱい入ってるものは全部なんかそぼそぼしてるんだなんかそのあの素朴ななんか分かる分かる分かる、うん、素朴な感じね、はいはいはい、大豆とかやはいはいそうだね確かにナットゥーとかやナットゥーなるほど確かにトゥーもそうだねタンパクだねタンパク質の意味がようやく分かったじゃあ
見てわかるね。これにタンパク質が、ヤシガタケの豆腐はタンパク質。確かに。めっちゃタンパク質。ちゃんとめちゃめちゃ味したらなんかちょっと粉っぽって思わん。ああ、豆腐。ああ。めっちゃ。はいはい、その先行ったらね。そう。はいはいはい。その先行った時。はいはいはい。わかるわかる。タンパク質だわ。タンパク質だね。タンパク質ってすごいわ。多分気づいてる人少ないと思うよこれ。このタンパク質がこのタンパクなことだからタンパク質だってことにね。タンパク質っていうものは実はこういうことなんだよ、はいはいはい、そぼそぼしてるんだよ。そぼそぼ、それを多分気づいてる人は俺はあんまいなかったと思う。結構じゃあ序盤の方だね、うん、世界でもタンパクのこれね、真理真理。なるほどね。あ、でもそのタンパク質って名前をつけた人はそう思ってそうしたんだろうね。タンパクだからタンパク質って名前にしたんだろうね。だと思うよ。なんでそんな急に冷たくなるの。いやもう飽きたタンパク質の話。ごめんごめんごめん。ドゥクドゥク。椿の悩みある？あのね、酒飲むとさ酒だ、ふざけ倒してしまう。おー、確かに椿ね、なんかブレーキなくなる。うん、そうだね。そう行くない、大人じゃないみたいになる。あー、なるね、うん、なるなる。むしろなんかもうクソガキみたいになってしまう時がある。それが嫌だ、なんか後悔する次の日。へー、なんかもっとなんかこうシュッとしてたいみたいな、はい、なんかさ、この間北ちゃんと酒うつ、うん、酒うつのなんか話になって、うん、もう酒うつってどういうことみたいな、俺が喋ってたら、はいはいはい、結局このお酒はブレーキを外すから、この普段じゃしないことを絶対にしないことをすると。するな。そう、はいはい、普段この本性でしょ、だから。そうそうそう、うん、普段じゃ絶対しないことをする。だからそれをしてしてしまって、次の日シラフでその時のことを思い出してくると酒うつに入ってくるって北ちゃんが言ってた。はい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 。じゃああるんだ酒うつ。あるな。あるんだ。あれはでも単純にセロトニン切れだよ。ああ、それもあるんだね、うん。酒飲むと出るよ多分。出るんだ。多孔成分みたいな、はい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 、バーって出て、だから楽しくて幸せ。ブレーキ外れてみたいな、理性も効かなくなって変なことして、はいはいはい、次の日にもうセロトニンが切れてる時に、はいはいはい、昨日のなんかバカな自分を思い出して、あ、やったわ。でもそういう時の感覚、なんか世界中から嫌われたみたいな気持ちになる。その鬱、俺鬱の気持ちとかわからないの。最悪だね。鬱じゃないから全然。最悪だね。そうだけど、その時は、あ、多分俺これもしかしたら世界中に嫌われてるかもしれないみたいな。まあ世界中に、100歩譲って世界中に嫌われることはいいけど、仲いい友達には嫌われたくないなみたいな。え、それはさ、それはどういうこと。そのただ単にセロトニンが切れてそう思っちゃうんだ。セロトニンが切れてネガティブに、なんか嫌われてるかもしれない、そうネガティブになってみたいな。それ本当に思うんだ。本当に本当にっつうか、なんか、まあ、ちょっと思う。なんか俺のことを、もしかしたらトッチとかも本当は俺のことあんま好きじゃないのか。そりゃあんな嫌がってるのにいっぱい酒飲ませてるしなみたいになるよ。そう、だから普段考えないことまでその時は思い浮かんでくるんだ。そう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 、薬物じゃんそんな。酒うつだね、薬物だね。そんな薬物じゃん。だから日本おかしい、間違ってる普通に。ストロングゼロとか売ってる時点で、あんなバカが増えてる。ていうかさ、ストロングゼロさ、うん、なんか終わんなかった？終わってないか？終わってないでしょ。終わってないか？終わってない、終わってない。全然。もうあれがないとダメな人がいっぱいいるから、もう作ったから、はいはいはい、薬中を。確かに。アル中を、ジャペンが。作ったんやもう。もうダメだよストロングゼロなんて。作ってしまったんだね。もうそれをたし、酒をたしなんでるとかのレベルじゃないから、完全にその飛ばしに来てるというか。確かに確かに、もうハイだもんね。そう。でも俺今のその椿の、うん、この後悔するみたいな、うん、が嫌だみたいな、うん、このタカが外れるのが、うん、俺はマジ逆だね。羨ましい。それがだ、そこまでお酒でいけないよ、はいはい、俺が。あ、そうなる前に終わっちゃうよ俺が。はい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 、確かに終わってるね、いつも、うんうん、顔ばっかりして、そ祈祷みたいな。しょうがないだろ。
それがその先へ行った話じゃん、そのそれって。そうだね、鷹が外れてみたいなの、うん、だるだる。もう俺だからお酒で逆にやらかしたことなんて一回もない。はいはい、はい、やらかす前に死ぬから、はいはい、だから俺が羨ましい。トッチと今までそのこう歩んできた人生、トッチが一番楽しそうだったの初めて会った時だけ。嘘だ。もうその時もうめっちゃ楽しそうだったよ。めっちゃ楽しかったよ。俺もトッチもベロベロに酔っ払ってみたいな。その時のトッチがもう一番楽しそうだった。いや、めちゃくちゃ楽しかったよ、うん、もうあの日はね、もう世界が俺の味方をしてくれてると思ってたね。はいはい、はい、逆にね。そう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 、逆に、ね、逆に、はいはい、あ、なんてすごい、なんでみんなこんないい人で、はい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 、みたいな。幸せ、楽しかったよ。でも飛んでるよ、一回一回飛んでるよ、そこまでトリップしてる。あ、そこで飛んでるか。そう、多分だからそれは思考的な問題で多分ギアが回らないんだと思う、うん、なんか酒まずいなみたいな、あ、酒なってなってるのが多分あるんだと思う。そのなんかさ、でも本当に何の時とか覚えてないけど、例えばバシさんのツアーとかさ、うん、毎回打ち上げしてさ、うん、すごいギュッと詰まってたじゃん、バシさんのツアーが、うんうん、だから飲む機会がいっぱいあったんよ、うん、そこらへんって、はいはい、ライブもあったしな、ずっと飲んだ。そうそうそう、そん時はちょっとなんか強くなった気がしたよ。あ、ちょっとなんか後半ちょっとなんか、確かに確かに、前半よりは確かに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 、だんだん強くなってきたな。そうそうそう、生き残りがちに、うん、なってたなってた。普通に帰ってたもんね。そうそう、普通に帰ってた、なってたね。また鍛え直しだね、うん、だやっぱでもどうせ飲むならそういうなんか楽しい会がいいし、はい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 、そういうのが詰まってたら自然にそうなるのにな。はいはい、ドゥクドゥク、はい、ファイナルウェポンカンパニーで、はい、フォーリング、フォーリング。ファイナルウェポンカンパニーで、はい、フォーリングでした。はい、甲骨、うん、そのセレンディピティは入ってないんだけど、この今のフォーリングが入ってる甲骨っていう EP が、うんうんうん、
ちょっと前に出た、はい、出ましたね。Apple Music とかで聴けるんで、また気になった人は聴いてみてください、うん、PV もいっぱい上がってるんで YouTube にいっぱい上がってるね。検索してください、お願いします。アイコス、あーアイコスを自分が吸うとは思わなかったね。はいはいはい確かに吸わなそうだもん、うん、あのなんかこのなちょっとバカにしてたぐらい、人間的に、はい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 、アイコスってものが出た時に何をつって何がつってそう思ってそう、タバコお前火つけて吸うからうめんだよそれが今や、何お前のやろつって、それが今やむしろなんか体に悪いんじゃねえかみたいなさ、はい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 、でも俺ちょっと思ってた時期あった。何がアイコスとかの方が体に悪いんじゃない、味やばいよな、そうやばい、なんかえこれさ、ちなみにさ、このアイコスのさはうまいと思って吸ってる、その味は。そう、それもさずっと吸ってたらさあうまくなってきたんだ。もうなんかあの多分俺の中のジャンキーが騒ぐんだろうね、まずいうまいみたいな。あーなるほどね、そうタバコもそうよ、まずいうまいみたいなまあちょっとわかる気がする。でしかもアイコスはちょっとゲミみたいな、ゲミガラーとか思って、それはそれでまたいいみたいな。なるほどね、じゃあちょっともう好んできちゃってるんだ。好んでるけどアイコス外に出たら、だからそう俺がアイコス吸うようになったのが、そのある日この自分家の壁をこうボーっと見てたら、あ壁黄色みたいになって、はいはいはい、そっからだね、これずっと続けてたら多分もう大変なことになるってなって、もうなってるんだけどね、はいはい、なってる、そうそう、バイナルをあの壁に飾ってて、はいはい、あそのバイナルをパカッて外したん、いらなかったから、はいはいはい、プロジェクターつけたから、したらそこが白かったんだ、そうそこだけ白くて周りが黄色いみたいになって、でそのあのコロナが始まって自粛が始まって、このまま家でそれを吸い続けたら、うん、多分そうだね、換気もしないで、ね、茶色になるんじゃないかなみたいなってなってそれを吸い始めた。で最初はマジきつかった、もうマッツみたいな、何これみたいな、ケミカルじゃんとか思って、はいはいはい、ずっとやってたらもうそこがいいってなってもう大好きだね。なんかさちょっとさあのポップコーンみたいな匂いしない？うん、なんかちょっと焼いたみたいな、うんうんうん、俺はあれは好きだけどね、はいはいはい、普通に匂いとして。でそうそうそう、一個今タバコの話つながりで聞きたかったんだけどさ、うん、椿んちさあれあるじゃん、空気清浄、はいはいはい、ねえ、しかもなんか2個ぐらいない？1個だね。あ1個か、うん、あれでさこのタバコの煙は吸い取ってくれないんだ。吸い取ってくれるよ。あくれる？うん。で俺最近思ってんのがさ、うん、ここにこの窓とかあんま開けたくないからさ、うん、空気清浄機置いたら大丈夫、そういうわけではない。でもねなんかね、ほんと自分の気持ちがちょっと浮ついてるだけのかもしれないけど何の話、うん、その空気清浄機の話、あ気持ち綺麗な感じがするっていうのと、うん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 、気持ちが浮ついてるだけ、あとずっと24時間回してるんだけどこの前なんかミスってそのコードが抜けた日の朝にめっちゃ喉枯れて、ああへー違ったんだ。だから少なからずちょっと綺麗になってるのかなみたいな、そのたまたま切れた日に喉がガラガラになったから。へえ。それってあれ加湿ももしてくれる、加湿もしてくれる。でも沖縄は加湿はいらないんだけどね。まあそうだね。なんか出るよメーターが今のあの湿度みたいなのが出るんだけど。ああ。一番ひどい時の湿度も 96% とか。家の中、家の中、それもう水の中やみたいな。確かに水の中だよ。そう水の中だよ。それはほぼ お前嘘つくなよみたいな。クソ清浄機とか。ほぼ水の中だよ。うん、へえ。えそのこの部屋の中にある空気清浄機だけじゃさすがに壁のにこれまでは防げないんだ。いや無理っしょ。無理か。そんな無理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 。そんな無理。まあ部屋の全部は無理か。無理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 。でもじゃあこの体には悪くない程度にはなるんかね、部屋の空気が。わからねえもん、その気持ちの問題だよ。欲しいっしょ、うん、じゃあ買いなよ。なんかその方がいいのかなみたいな。はいはいはい、うん、買った方がいい、買った方がいい、うん、なんかだって窓開けな、換気しなくてよくなるし、気持ちはポジティブになったし。なるほどね。もしかしたらいいよくなってんのかなみたいな
その方が大切だよ。もうさ、うん、眠い。ちょっと眠たいな。めんどくさくなってる。目がちょっとトローンとしてきたよね。D3 で型にはまる。ディスリーで肩にハマるでした。はい、ありがとうございます。テンション高いねディスリー。あんなよ。いやそうね、はいはい、まだファケてーすっつってあれのもう無理だよあのテンションは。いや そうだよ、うん、無理だよ。でもあれがかっこよくなるディスリーがすごい、うん、ライブやばいもんな。ずっとラップうまいねディスリーは。ずっとラップうまいね本当に。もうどんなしてあんなになってんのか俺にはもう理解不能です、うん。もうディスリーかっこいいな。ラップにも現れてるよねこの性、この性格がね。性格、うん、しっかりなんか。ディスリーは毎回そのディスリーの話になるとさ。いや俺も今それね言おうとした。毎回ディスリーの話になる。ちょっと長くなってさ、うん、途中でなんかカットしよう、はいはい、なんか仲間褒めタイムみたいになるの。なっちゃうからね。きしょいから。でももう俺この話はしようと思う。あ、何？いやもうカットした話よこれは。うんうん、カットした話？カットした話をもうここでもう一回もう持ってくる。うん、これだけはちょっと話しておきたいやつ。はいはい、話しておきたいやつ。ディスリーニンニク好きじゃん。はいはいはい、ニンニク好きね。めちゃくちゃ好きね。ディスリー鼻ニンニクみたいな話するね。そうだっけ？よく見たら。鼻ちょっとニンニクっぽみたいになる普通に。でそのディスリーがそのある日なんか
誰だったかな、ムクロだったかな、誰かとなんかこうスーパーでどっちじゃなかった、いや北斗だ、なんかこうスーパー行ってこうバーって見て、なんかそのニンニクのコーナーみたいなのあって、でニンニクってなんかその集合体じゃん、物と物と物の、そうねそうね、つってそのはい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 、そのニンニク見てスクワットやなって言ったあのはあの伝説の伝説のそれ俺見たの俺だ、どっちか、俺ニンニクに対してスクワットって言葉を使うのがもうすごいよね。スクワットあれ上がったね、スクワットやな。あのね、じゃあまあいきなり始まるうんちくコーナー、はい、いきなり始まったね。そう、うん、今回からもう、今回からこれでいきます。はいはいはい、始まったね。魚とかさ、はい、なんかそのとりあえずまあ汚えものとかをこう触ってこう、うん、最終的になんかその匂いが手から落ちないみたいな、うん、石鹸で洗ってもみたいな、はい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 、お、なるほど、人間ってあると思うんですよ、はいはいはい、それを蛇口を出して水出して、うん、包丁、うん、包丁をその蛇口から出た水に当てた水で手をゆすぐと匂いが落ちる、ステンで、ステンレスの効果で、すげえ、そうマジだ、そうすごっ、で最近ツイッターで見た、へえ、なんかそういうのさあるよね、なんかこの物質の効果で、なんか例えばこれ前千住とあの飛行機乗った時にさ、千住がピーってなってさ、靴の中に10円玉が入ってたんよ、入ったまま履いてて、うんうん、え何それみたいな、そしたらその消臭効果になるみたいな、この10円玉がどうか、どうは消臭効果がある、そうそう、そういう物質の効果的なのあるよね、あるね、的な感じでしょ、何々は何々みたいな、そうステンはだからその匂いを消すみたいな、生っぽい匂いを消してくれるらしい、へえすげえ、包丁でやったら匂い消えるんだ、そう最近さ料理してたよね、料理してた、俺は食ってないけど、なんか料理なんか誰かに食わしたみたいな、でめっちゃうまいみたいな、うめえんよ、うめえんだね、なんだっけ肉、ねあれはね豚焼いただけのやつヤシがマジでうまい、うまいよね、うまいだろうね、それをその俺なりのその俺調味料好きだからめっちゃ、はいはいはい、俺も好き、しかも足し算だからずっと常にその足し算でいろんな入れまくった時の、あ、じゃあ焼いただけじゃないじゃん、究極完全体の豚焼いたやつ、はい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 、味付けはじゃあ椿味付けだ、そう食いに来てマジでうまいから、ほんとめっちゃ食いたい、マジでうまい、マジでうまい、もうでもそれ二度と作れるの、作れる、あ作れるんだ、足し算すればいいだけだから普通、覚えてるんだ、なんとなく、うまい、俺自分で作って自分で初めてうまいと思ったもんです、自分で作ったものが、うん、うまいと初めて思った、うまい、まあでもその味は分かんないけどさ、豚うまくない、豚バラとか、豚バラうまいよな、うまいよね、うまいよな、串とか豚バラの串みたいな、あ食いてうまいよね、今食いて今食いて、今それが食えたらどんだけ幸せかっていう話だよね、北海道では全部焼き鳥っていうんだよね、豚も、あへえ、串のうん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 ことへえ、焼き鳥食いに行く、豚なのに、豚でもがだろうがなんだろうが、このピーマンが刺さってようが焼き鳥食いに行こうみたいな、あそれは嘘だわ、ピーマンとかは嘘だ、豚とかを焼き鳥、全部焼き鳥、うんちくだねそれも、ね、あ確かに、じゃ逆にだけど俺も一個書くと、沖縄は、はいはい、フランス人のことをアメリカっていう、うそ本当それ、沖縄そ外国人のことを一括りにしてアメリカって沖縄の人はまあおじいおばあだけどね、あーなるほどね、そのでもそれはアメリカ人がありふれてたから
ってことでしょ。アメリカ人ばっかだったから外国人イコールが多分アメリカ人なんだよ多分沖縄のおじいちゃんおばあちゃんからしたらアメリカって言うよ。あんたアメリカねって言う。No, no, フランスです。まあアメリカだねって言う。ナメクジって、うん、オスもメスだしメスもオスなんだよ。どういうこと？どういうこと？どっちにもなれるみたいな。じゃあ誰と出会っても交尾できる。そう。そうなんだ。そう。特殊で絶対食で。そんな生き物何に？絶対食で全部食える。へえ。全部食える。世の中の食え物全部。ゴミもアスファルトも。え？全部食える。そういうこと。そういう意味で全部。ベロに歯が生えてるんだよ。びっしり。ナメクジ。そう。でそれをヤスリみたいにして。こう全部じゃあアスファルトだろうが何だろうが砕いて、そう食ってくる、全部食うみたいな。砕いてくる、安って。へえ、ナメクジ歯あるんだ、うん、あんな見た目して。そう、はい、終わりですよ。そうですね。これは今回あれね、うん、もう眠かったわ俺は。すいません、ちょっと元気。だって後半目がもうね、もうこのトローンとして寝たいもん、うん、正直言うとこれ今ボリューム 3?4?3 か3。はいはいはい。一番ゆるすぎる回になったね。まあそうだね、うん、前 たまにはいい、まあ、いいよ、うん、人が聞いてると思ってやってないから。そう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 、うん、そうそうそう最後曲。あーはいはい、トラウマで椿、はい。閉じこもり英語を必死こいて守るのはゆとりやとか言われたまま、すいませんとか言っちゃってるわ。口のままでは終わらねえんだわ。ちゃんとしてなきゃ歌えねえんだわ。いまいちだならもう捨てたはずだが、自分守る時また出てくんだわ。また人の影誰か笑うの、人の罪見てまた優しくなるの。そうじゃなくて認めたくなくて、本当の自分こんなんじゃないって。ひっくり返すぜマリ見ときなよ。手のひら返して待っててくれよ。笑顔で返すぜやっとわかったが、どうにもならんよなんとなくては。匂いもなく咲く椿の花、僕らの未来は自分次第だ。なのにさ、なんでさ後悔はげよな。俺のさ傷がさ甘いから辛いのさ。右の意地を張るからには左側もあるから、仮に今弱り吐いてもその後に笑うから。足取り口笛と曇り空の隙間晴れたら、他のことはいいじゃないか。あんたと今入れたら流れる時間と変わってく眺め、人知れず睨む大勢の中で、夢があると金掴むと人に優しくなれるのなんで。夢がないと歩けないけど、今よりマシな生活を得られる。金がないと選べないけど、自分が本当に好きなもの学べる。選択するのはまだ先でいい。耐え忍ぶ言葉知らなくていい。等身大で探したパンチラインで、意味なく過ごす一日なんてない。腹割って話すのだって思ってるよりも簡単じゃないぜ。働いて稼ぐのだって普通の生活も簡単じゃなくて。匂いもなく咲く椿の花、僕らの未来は自分次第だ。なのにさ、なんでさ後悔わけを守るの
のさ傷がさ甘いから辛いのさやめるよ選んだ日